皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回の動画も前回に引き続きガイパリメイクに関する動画となります。ということで今回のゲームニュースはガイパリメイクポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパール攻略ガイド入門編、今さら聞けない基礎知識11選。記事はファミツー .com より引用しています。2021年11月19日、任天堂スイッチソフトポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが発売された。本作は2006年に発売されたポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク作品となる。普段からポケットモンスターシリーズを楽しんでいるコアファンはもちろん、15年ぶりの新奥羽地方での冒険を懐かしんで久しぶりに手に取った人や、本作がポケモンデビューという人も少なくないと思う。そこで本記事では本作およびシリーズ作品をプレイする上での基礎的な知識をまとめて解説する。冒険の一助になれば幸いだ。知っておきたい BDSP 基礎知識11選。1、ポケモンバトルではタイプ相性が重要。ポケモンたちはそれぞれ草や炎、水といったタイプを持っていて、ポケモンが繰り出す技にも同じようにタイプがある。例えば水タイプのポケモンに草タイプの技で攻撃すると効果は抜群で、ダメージが2倍になり、反対に炎タイプの技で攻撃すると効果は今一つでダメージが半減する。ポケモンバトルではいかに相手の弱点であるタイプで攻撃するかがポイントになる。2、ポケモンと攻撃技のタイプが同じだと威力が上がる。攻撃技にはそれぞれ威力が設定されていて、威力が高ければ高いほど相手のポケモンに与えるダメージも高くなる。さらに技を繰り出すポケモンのタイプと技のタイプが一致している場合は技の威力が 1.5 倍になる。例えばポッチャマが序盤に覚えるはたくと水鉄砲はどちらも威力が40だが、水タイプのポッチャマが図解う水タイプの攻撃技水鉄砲は威力が上がるので、基本的に水鉄砲で攻撃した方がダメージは高くなるのだ。3、ポケモンの能力について。ポケモンの能力は HP、 攻撃、防御、特攻、特防、素早さの6種類で表される。それぞれの数値が示す意味は以下の通りだ。 HP、 ポケモンの最大 HP、 多ければ多いほど倒されにくくなる。0になると瀕死状態になり戦闘不能になる。攻撃、数値が高いほどポケモンが繰り出した物理攻撃技のダメージが大きくなる。防御、数値が高いほどポケモンが受ける物理攻撃技のダメージが小さくなる。特攻、数値が高いほどポケモンが繰り出した特殊攻撃技のダメージが大きくなる。特防、数値が高いほどポケモンが受ける特殊攻撃技のダメージが小さくなる。素早さ、この数値が高いポケモンから順に行動する。4、物理技と特殊技の違い。ポケモンの攻撃技は物理技と特殊技の2つに分けられる。上述の通り、物理技は技を繰り出す側の攻撃と受ける側の防御によってダメージが決定する。そして特殊技は繰り出す側の特攻と受ける側の特防によってダメージが決定する。5、との技を覚えさせればいい。ポケモンたちが使う技の種類は非常に多彩だが、1匹のポケモンが同時に覚えられる技の数は4つまでだ。ポケモンのレベルが上がってくると、どの技を忘れさせてどの技を覚えさせればいいのか悩むと思う。バトルで勝つことに重きを置くなら、まずは戦術したポケモンと同じタイプの攻撃技が最優先だ。またエンペルトを例に挙げると、水タイプと鋼タイプの攻撃技を覚えさせるべきだろう。
6野生ポケモンの捕まえ方。野生のポケモンを捕まえる際、まずは攻撃して HP をなるべく減らしておくと捕まえやすくなる。また電磁波やしびれゴナを使って麻痺状態にしたり、催眠術や眠りゴナを使って眠り状態にしたりと、相手のポケモンを状態異常にするとさらに捕まえやすくなる。またモンスターボールよりもスーパーボール、スーパーボールよりもハイパーボールを使った方が捕まえやすくなるので、新しい街に着いたらフレンドリーショップを除いてボールを買い足しておこう。7ポケモンのレベルを上げる方法。ポケモンは野生のポケモンやトレーナーとのバトルに勝利することで経験値を獲得し、経験値が一定の値に達するとレベルアップする。ひたすらバトルを繰り返すことがレベルを上げる基本かつシンプルな方法だ。この際バトルに繰り出さずとも手持ちにさえ入れていれば経験値は獲得できる。仲間にしたばかりでレベルが低いポケモンも手持ちに入れて旅を進めることで徐々にレベルが上がって強くなっていく。なおボックスにいるポケモンは経験値を獲得できないので注意。8ポケモンに持ち物を持たせよう。ポケモンにはそれぞれ一つずつ道具や木の実などを持たせられる。オレンの実やオボンの実などの木の実を持たせると HP が一定以下になった時ポケモンが木の実を食べて回復することができる。他にも持たせるだけで技の威力が上がる道具なども数多くあるので、何か道具や木の実を手に入れた際にはバッグを開いて効果を確かめてみよう。旧バトルに勝てない時はライバルやジムリーダーなど強力なトレーナー相手にバトルで勝てない時は、まずは手持ちのポケモンたちのレベルを上げたり、技マシンを使って強力な技を覚えさせたりしてみよう。それでもまだ苦戦する場合はバトル中に道具を使ってみて、傷薬やいい傷薬を使えばポケモンの HP を回復できるし、プラスパワーやディフェンダーなどを使えばポケモンのステータスを一気に上昇させられる。10ポケモンボックスを活用しよう。本作では X ボタンのメニューからポケモンを選び、その画面で R ボタンを押すことでポケモンボックスを開くことができる。たくさんポケモンを捕まえておけば相性のいいタイプのポケモンを手持ちに加えたり、余裕がある場面ではレベルの低いポケモンをあえて手持ちに入れて育てたりと、臨機応変に手持ちを入れ替えられる。11秘伝技は手持ちのポケモンに覚えさせなくても使える。岩砕きや居合斬りなど主人公の冒険をバトル内でもサポートしてくれる技は秘伝技と呼ばれる。ポケモンダイヤモンドパールでは手持ちのポケモンに秘伝技を覚えさせることでその恩恵を得ることができたが、本作ではポケッチを通して野生のポケモンに力を借りることで秘伝技を使用することができる。なお秘伝技を使用するためにはジムリーダーを倒してバッジを獲得し、さらに該当する秘伝技の技マシンを一度手に入れる必要がある。技マシンは流れで手に入るので、とりあえずジムリーダーを倒すと新たに秘伝技が使えるようになると思っておけば間違いないはずだ。さてここまで長々と説明してきたが、これらはもちろん楽しみ方の一つであって、この通りにプレイしなければいけないというものではない。好きなポケモンを捕まえて好きな技を覚えさせて自由に冒険するのがポケットモンスターシリーズの醍醐味だ。もし冒険で迷ったり困ったりした時にはこの記事の内容を役立ててもらえると嬉しい。以上が記事の内容でした。ダイパリメイクの発売から2日が経ち、いろいろなバグ報告がネットで上がっていますね。中には進行負荷になるバグもあるらしいので、セーブはこまめにしておいた方が良さそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。